のぶしチャンネル。みたいな。彼は、あの、野球のいいピッチャーであったけど、トレーナーの勉強されたりしてた時期もある。そうそうそう。だから、体のこの作りっていうものに対して、すごく深い、理解が深いんですね。なので、あの、ひろたくんは、まあ、ね、有名なピッチャーだし、遠投もものすごいバカ型でものすごい掘ったんだよね。昔ね、130メートル掘ったよ。130って当時で言ったらイチローとかあのクラスが掘る遠投の距離だから。でもあれね、大学のセレクションで130メートル掘って、そこの大学には落ちるっていうね。ああ、そうそうそう。そんなことがあったんだよ。あの、当時文通じゃないけど、携帯なんかない時代だから、懐かしいね。ね、ツタさんの寮に住んでて、ツタ寮の住所で文通をしてた時に、あ、それを愚痴で送ってきた。遠投130投げたのに落とされたって言って、こう、今で言う、生き返りマークがついてるよ。愚痴の手紙が来ましたけど。あったね、そんなあったね。でもそういう投げる力があったけど、要するに、今思うと投げ方が、今指導者、ヒロタの目から、うん、当時の池田高校のエースのヒロタの投げ方は、どういう、いや、故障するよね。投げ方してた。うん、どういう投げ方、簡単に言うと、どんな投げ方を当時は広田君はしてたんですか。要はね、まあ、結局、まあ、20歳ぐらいまでは、まあ、その、なんやろな、体が柔らかたまたま柔らかかったから、うん、その、うん、無理な使い方しとってもいけたけど、結局、20歳超えてからは、やっぱりこう、イメージと柔らかさがこうついてけへんっていうところで。うんうんうん、まあ、使い方で言うと間違えた使い方してたよね、体の。それは肘、肩に支障が来る投げ方。例えば背中を通るとかアームとか、それ大雑把にどういう投げ方だった。結局、うん、まあ、後ろに反ってた。あ、反ってたね。反ってたね。反ってるから、まあ、言ったら腕が全部遅れてきて。ああ、遅れてきて。うん、やわらかく言ったら、そのね、二十歳までその柔らかい時なんかはそのままバッてこうできたけど、もうイメージと違ってくるから、まあ、遅れが出てきて、それで痛めてきた。そこでやっぱりちゃんと勉強したら、体の使い方間違えてたよね。なるほど。ナムシ。じゃあ、そんな、広田さんから言ったピッチャー、まあスロー、まあピッチングだけじゃなくてスローイングも含めて投げる東道さんにおける、まあ体の、要するに、肩甲骨か、いろんな関節ありますよね、うんうん、そういう体の使い方でここだけは押さえておいた方がいいっていうアドバイスが端的に言えるものがあって、まあ、ね、体の作りを知るっていうのはもうすごい大事で、うんうんうん、まあね、肩か、まあ、肩で言うと上半身で言うと、まあ、肩甲骨、うん、肩甲骨は、まあ、ちょっと前方前45度にもついてるんで、うんうん、まあ、普通、まあ、後ろに上腕上げたら上がらない、うんうん、まあ、ここ肩のライン0度で上げてもここ引っかかる、うんうん、まあ、ガッツポーズする、うん、ここが一番こう、まあ、当然肩甲骨があってここに腕がついてるから、要するに斜め45度ですかね。そういうことですね、うん、ここ、まあまあ、あの、多分業界用語で言ったらゼロポジションになるんだな、うん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 、でそこで言ったら勝負すると、うんうん、そこで勝負するために、あとはやっぱりこう腕の上げ方、うんうん、で上げて今度は下半身の、うん、今度下半身、例えば股関節、まあ、腰どんなぐらい回転、人間で回転するんかとか、うんうん、っていうのを組み合わせていく、うんうん、であとはタイミング、タイミング、ナムシ、体重移動に対する腕の振りのタイミングって難しいじゃない、うん、あれどうやって教える。反復練習ただ押さえておくポイントってのは どの辺で見ますか。どういうふうに自分がやってたでもいいんだけど、例えば、まあ、ホームプレートから、うん、まあ、ホームベース、うん、またキャッチャーに掘るにしたって、うん、あれってこう垂直になってる、はいはいはい、なってるね、だからここのプレートに対して、うん、まず軸足をちゃんとまっすぐ置けへんかったら、あ、まあね、90度腰回転して力をこう発揮するのに、うん、これが例えばこう、ね、こっち側向いたり、はいはい、こっち側向いたりしたら、それはクロスステップに当然なるし、る開く、うんうん、なる、それはやっぱそうだったら故障の原因になる、うん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 、だからそういう体の使い方をちゃんとこう構造を知っていったら、あ、多分あの教えるにしたって多分参考になるんじゃないかなと思う。やっぱ基本的に手が遅れる子が多いわけ、俺が教えてたの、うん、基本遅れるじゃんね、うんうん、だから遅れるということは、うん、多分腕のまず上げてるんが、うん、まあゼロとかこっちが後ろにまず上がってるってことですよね。あ、軌道がね、まず一つ軌道を外してると、うんうん、まあだからそもそも、うん、
まあ腰の回転って、うん、まあ人間ってどのぐらいできるかっていうことを知ったら、うん、多分その上達する頻度になってくると思うんだけど、腰ってのは要するに90度ってこと、うん、もうだから腰って90度しか曲がれへんすよ、うん、腕のその手そのまあ割ってテイクバック入ってトップに入ってくるじゃないですか、うんうん、その上げ方ってのは大まかに言うとさっき言った45度もそうだけど、うんうん、どういうふうにそれ人それぞれのフィーリング的な部分もあるけど、ここを外しちゃいけないっていうのはどういう感じ？テイクバック、バックスイング、バックスイングでも 前で、うん、前のここで勝負するだけの話やから、うん、だからそれ以上でもそれ以下でもない、ね、あ、なるほど、そこはちゃんとできてれば、うん、オーバースローだろうが、まあ、変な話、うん、ここの、ゼロポジションのここの上がってるところから、うん、腰が回転したら勝手に前肘出てくるから、うん、だから腕はほんまに今度それ必要全然ない、うん、だから上げていかにここに持ってくるか、ここに持ってくるのがまず一つ、持ってきたと腰回転したら勝手に出てくるから、昔肘出せとかさ、俺の時代はさ、うん、言われたけど、結局それは要するにちゃんとしたゼロポジションに入ってきて腰がちゃんと回ってくれば出てくる、うん、そういうこと、それが肘が出た状態ですね。そうそうそう、それをね、分かれへん人がやっぱこう、うん、こうや、ああやってたらやっぱ故障する選手を育ててしまうよね。あと聞きたいのがさ、うん、内外線あるじゃん、やっぱり内線外線、うんうんうん、外線があの部分ってのはこうやって無理にひねっちゃう教え方をする人もいるし、いや、なるべくシンプルにこうこうこうなんだっていろんな教え方があるんだけど、うん、その辺はどう思う？いや、でもそれあとはこれは人間の言うたら体の動きやねんけど、うん、こうやってこう開いた時にだってこれ外部分ね、うん、向いてそのまま上げてきて、あとはフィニッシュの時に最後絶対力の中からひねるね、うん、でここまでのだから投げた後どうするか、ここまでなフィニッシュになってへんかったら、うん、さあ使い方間違えてる、うん、こうやっていったら出て怪我するんです、うん、怪我するよね、うん、だからチョップじゃないけど、うんうん、そういう投げ方するとやっぱり当たるじゃない、うん、こうやっちゃうね、だからそれは別に構成合わせじゃなくて自然にこう、そう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 、絶対そう、体がちゃんとそう、まあ、それはなってるよね、そうか、じゃあ別にそこをは自然な動作としてなるんであって、こうし使え、ああ使えっていうような話ではない、うん、ただだから一番分かる、まあ今日のその教えた、うん、こうにしてもそうやけど、ちゃんとフィニッシュがちゃんと、だからフィニッシュがきれかったら、あ、ちゃんと使えてるってことです。あ、なるほどね、うん、だからもう、ちゃんとそのできてへん人はフィニッシュがちゃんとできてない、うん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 、だからもうスイングにしても投げた後にしても、その細胞を見たら、うん、あ、ちゃんと使えてないっていうのが分かる、うん、なるほど、うん、ということでちょっと入り口トークですけど、ありがとうございました。